こんばんは、こんばんは、こんばんは。寒、超寒くない？今日雨に雪混ざってた。マジ？え、なんか雪とか降ってるとこ降ってたらしいね。めっちゃ寒かった今日。寒すぎて嫌だった。奈良とか降ってたみたいね。あのね、寒い、マジ寒い今日やばい。人はそれをみぞれという。髪染めてないです、全然。色落ちしてるだけで、前に夏に染めたやつから色落ちしてるだけで、染めてないんです。Pさんは雪降るとはしゃぐタイプ？もう寒いからやめてほしい。昨日 N シップ公園で見て、お人形さんみたいだってなりました。ありがとうございます。初めて見てくれたんですか、私のこと。ありがとうございます。すごい、私初見って書いてる。あ、ランディさん、クマありがとうございます。もしかしてもう極端来ました？いや、今日ね、極暖にしようと思ったけど、いやまだ早いかなとか思って、舐めてかかったら激寒でした。極暖切ればよかったと思ってた。外歩きながら、本当に寒いのダメなの。私も早く公園でIPに初めましてしたいです。来てください。あ、横浜なべさん、クマありがとうございます。そう、 B2 だったら、あの前までの B2 はね、公演数が多かったから全部は出れなかったんですけど、そんなに N は B2 ほどあるわけじゃないので、多分発表される分、他の仕事とか何か用事がない限り出ると思うので、チーム編成変わると初めて見てもらう機会も増えるかもね。ね、確かに。まだまだ新公演倍率高いし、もうガチ。確かに。でもしばらく生誕続くから、確かにその生誕メンバーの推しじゃない人とかをしばらく投げづらいもんね。初めてだって嬉しい。スタイルから顔までお人形さんで憧れます。ありがとうございます。そんなこと言っていただいて。昨日は公園入った相手のパフォーマンス初めて見た。ありがとうございます。表情がギャップで惹かれた、だって。ありがとう、嬉しいです、そんなこと言ってもらえる。生誕祭はね、そうだよね、別のメンバーさんのあれね、推し以外の生誕祭とかはあんまりね、あれだから。
やば、急に片頭痛きた。で、誕生日単語の表現さすがでした、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ昨日もコールしてくださって。あ、大丈夫ですごめんごめんごめん、大丈夫大丈夫大丈夫。じゃ頭痛持ちだからさ、すぐ頭痛きちゃうよ。インフルエンザのワクチン打ってきた、えらい。なんかもう打ちました今年。もうほんまに注射嫌いだから。界隈の友達チーム N 連れて行くって約束した、ありがとうございます。嬉しい、別界隈の友達の兄弟 IP のことが気になります。嬉しい、ありがとうございます。何すればいいありがとうございます。ぜひ始めてください友達の影響で、ありがとう、嬉しい。うわ、ゆかむなぶさん、くまくまタワーありがとうございます。かく ちょ、ごめん、寒くてさ手が超かじかんでる。深山学さん、熊田はありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと手がね寒くてかじかんじゃってるから、ちょっと見れるような字じゃなかったらごめんなさい。ここにいる人みんな支払い終わってるかな。そうだよ皆さん、オンラインお話し会のお支払い方法の選択期限が今日中なので、23時59分までなので、皆さんしてくれてますか。もう忘れてしまったらねあれですから、最悪ブラックリスト行きになっても一生申し込みはできても一生当たらなくなりますので、お気をつけください。もう今回ばかりはうっかりが許されません。アイピの写メ会行って以降沼にハマってます。嬉しいです、ありがとうございます。沼ではなんかあれなんだけど、なんかあの気になってますとかして言っていただいて、なんか引きずり込めるようなことができない。沼にハマってください。どんな沼かわかんないけど、ありがとうございます。みんな支払い完了しましたっていっぱい言ってくれて、ありがとう、嬉しい。ミュウみたいな影響あればね、別になそう あった方がいいんだろうけどね。ミュウターみたい、ミュウじゃなんて言うんだろう、
いや、ちょっと適切な日本語が思いつかない。握手会の時、冷えてた手を温めてくれてありがとう。ありがとう。来てくれてありがとう。欲しすぎて分からへん。いや、もう欲しすぎて読むのやめてしまったよ。ナイピの沼は一生抜けられんだって。ありがとう、そんなこと言ってもらって。こんなんだけど抜けられないって、こんな人だけど。行動した後悔より行動しなかった後悔の方が、なんかな、これはショックだから行動する。ありがとう。よく言いますよ。そうやって。いや、やって後悔するよりやらずに後悔する方が嫌だみたいな、よく言うよね。そういうことだよ。じゃ、松葉落ちかけやからやばい。この辺とかスカスカ。松葉行かないと。寒い。ねえ、歌声を聞いてハマったようだって。アイピーに話したいことが。つもりまくってるんだよね。皆さん、話したいこととかもね、考えといてください。寒い。先月の幕張での握手会も結局さつきさんと握手できなかった。そうだよ、手出してくれなかったもん。いいって言って、はい、いいのって言っちゃった。枚数増えたけど話したいこと思いつきません。見てるだけで十分は嫌だよ。喋りましょう。何でもいいから。今回オンライン初めて撮ったから、ありがとうございます。初、そう、なんか握手会もなんですけど、初めましての方がすごい今回多くて嬉しいです。初めましてですって言ってくださる方がね、すごいいっぱいいてて、握手会とか写メ会もなんですけど、クリパのらしくないの衣装かわいすぎ。ありがとうございます。そう、あのクリパライブ、冬のね、ライブの、冬にライブがあるんですけど、12月に、そのあのグッズが発売、オンラインではもう発売開始されて、よかったら、そう、らしくないのね、お衣装を着させていただいて、久しぶりに着れたので、よかったらチェックしてみてください。気になったので23日オンラインでは初めて行きます。ありがとうございます。嬉しい。元気？元気です。12月に初めてお話会行きます。嬉しい、ありがとうございます。そう、初めての方がいっぱいで、ありがとう。あ、初見の方が可愛すぎるなって。
ありがとうございます。そんなこんなどこにでもおるよ世の中。昨日は N でねシンポジだったんですけど、もうね振り起こしをする段階でめっちゃ心折れました。なんで愛香がこのポジションなんとか思って、ゆみさんのねポジションさせていただいてたんですけど、昨日なんでアイカがここなんって思って、雪の塚さんジオンとかの方が良くないとか思ってたんですけど、ダンスパート多すぎてえみたいな、えソロダンスあんのおかしくないみたいな、公演ってソロダンス、あるんみたいな、そんな初めて。やばかった本当に、もう繰り起こしの段階で何回も心折れた。いやでもねもう本当にね本当に、でもねなんかなんえ何言おうとしたっけ、あそう、おめちゃめちゃしっかりめにね何回もミスしてるんで、何回もミスしてるから、当日はちゃんと踊れたの IP 的に、え全然ですよ、もう何したか記憶ないもん。間違えまくったことしか記憶にない。よかった。だからいやでも反省点はいっぱいですけど、でもなんかシンポジっていうのがすごい久しぶりだったんですよ。いつぶりシンポジって、あれちゃん B2 でさ初めてセンターさせてもらった時、なんで関西弁なん、大阪で生まれて大阪で育ってるからじゃないかな。30歳で芸能関係の仕事したいけどどう思う？え、いいと思いますよ。私は別に何歳になってもやりたいことはやればいいと思う人なので、現実見るのも大事だけど、やりたいことやるのも大事じゃないですか。え、そうだから B2 で初めてセンターさせていただいた時、ブリンのシンポジ言うて1年前や、え去年の10月だよね、え違う、え違う、え去年の10月かが最後のシンポジじゃないですか。だからあれぶりだから1年ぶりにシンポジっていうあれをした。そう、あの B2 では1から3をさ基本的にうろうろしてたから、シンポジっていうのはもう基本的になかったんよ。だから久しぶりのシンポジでこんなね、あこんな感じやったんやシンポジってみたいな感じでした。渚最高はいっぱいポジ覚えてるみたいやけど、いや本当にね、だって1ヶ月前ですよ渚最後が始まったの。1ヶ月前に始まってもう7ポジやってるんやけど、どういうこと、どういうこと、7ポジ目って
1ヶ月だから、だからさあれし同じポジションでやったのあれだけだよ。 B2 で B2 の3番手の渚さん行こうかな。え、3番手も1回しかやってない？え、分かんない、どのポジションは2回やったんかな。え、 B2 のまず1 1 3 6でしょ B2 で。でナンバラのナンバラ9で、N7 あの夢中ライブで7で今回のやつ、今回のN シップ公演の、8 4、なんかほら7ポジやってるんだよ。ちょまとめようぜ、書いてみようや。マイクこういうのまとめなんかな、もう何か考えるときとか書いてまとめないと分からへんねん。え、まず何回、何回公演、何回公演で1 3 6でしょ。え、7じゃ6だね。で何バラで、何バラで9、夢中、夢中ライブ、夢中、夢中ってどうやって書くん？あ、夢か。夢中、夢中、夢中ライブ、夢中ライブで7 7 N N シップ、 N シップで8 と4。夢中ってどう書くん？ああ、夢か、好きです。どこにさ、どこに、ど何が刺さったん今。ほら、ナンバラ何回でまず3ポジやって、ナンバラ9、夢中ライブ7、 N シップズ8と4でしょ。7つもやってて混ざっちゃって混乱したりしないの？あ、もう全然混乱しますよ。もうだってこの間全員でリハねしたんですけど、あの昨日のやなのやつに向けて全員であのレッスン上で事前にリハをしたんですけど、その時にあのわっけわからんところ行ったもん。どこかわからんくなって、雪乃に「はいかさんこっちです」って、ああって言ってた。ほらすごくない？ 1 2 3 4 5 6 7ポジやってんだよ。ちょっと NMB で今こんだけポジションやってる人がいるかどうかを調査してください。いそうやけど、いそうやけど調査してください。上位じゃない今こんだけやってるの。誇りに思うわ自分のこと。ここから全ポジ達成したらすごくない？え、あと何？10、あとは10 14 14 8 9やってる、14 2 14か。あ、5か、2 5 10か。夢中ライブを感じかけたのすごい。え、舐めてる？バカにされた？アーチくぐるのはね、あれですね、10ですね、1と10です。ごめんなさいそんなそんな。7の段言える？9やね。71が7 7 2 4 7 3 2 1 7 4 8 7 5 3 5 7 6 4 2 7 7 4 9 7 8 5 6 7 9 6 3。いた。で
ゃんちゃん、つんちゃん、くまありがとう。嬉しい、つんちゃんありがとう。くま。めっちゃ拍手くれるやん。バカにしてる？え、逆に言えないの？普通は言えます。言えるよ、言えてよ。でもなんかスパイファミリー始まるまでに大人プリキュアもね見ないといけないから。NMB のメンバーの8割は言えないよ。嘘でしょ。まあでもしばらくこのポジションなので、しばらくゆみさんのとこで頑張ります。逆にさ、戻るとき、戻ったときにさ、ジッポジができないよ、絶対。一回しかやってないもん。一回しかやらずにさ、ゆみさんのポジションをずっと。やってるから。ずっとやるってことでしょ？ジポジに戻った時にめっちゃ間違えるかもしれへん。ほぼ初日じゃん。え、そうだよそうだよ。だからジポジをか、ジポジが体に染みつく前に他の方のポジションを長いことやるから、そっちがね染み込んじゃう。ゆみさんとやばいっていう話をしてたんです。戻れない、戻れへんみたいな。公園でポニーテールすることありますか？ありますよ。でも公園だけです。ライブとかはしないです。ライブとかはもうほんまにハーフチンしかしない。ジポジやってくれないとワンツースリーフォーのセリフが見れない。辛い。辛くならないで。そう、ワンツースリーフォーはね、ジポジだったらセリフがあるんですけど、しばらくはないですね。でも来てくださいね。でも来てくださいね。嫌だよ、もう次から自分のファンの方が客席におらんみたいな。え、そう、なんかね、昨日公演する、公演始まるまでの間にツイッター X かでさ、めっちゃなんか次はIP が過ちだろうみたいな、もう数えきれへんぐらいめっちゃ書かれとって、なわけあるかと思ってた。なわけあるかって思いながら見てた。今年はどう、もう土日に通常公演ないよね。え、わかんないです。いや、マジ来てくれないと、いか頑張れない。公演ワンツースリーフォーのセリフ今聞きたいです。無理です。でも誤解したくない。それはあれじゃん、冠だから。ね、もう生誕続くからしばらくは無理だと思うけど。ごめん、じゃあ生誕じゃない時来てください。行きたいな。当たるの？当たるんじゃない？わかんないけど。
や、そうだよね、平日だと休まないとっていう方もいっぱい。あ、鳴った音、手首聞こえた？聞こえてないかな、さすがに。女性さん、ありがとうございます。クマ昨日も来てくれてありがとうございます。聞こえたよ聞こえたって、聞こえちゃった、手首パキって言った。最近時代交代しか入ってない。 N も来てください。あ、タケリンさん、タコありがとうございます。愛知から見に行きます、ありがとうございます。もう今あれだ、めっちゃさ、N も来てくださいって言わなきゃいけないのにさ、もう癖でさ、今口が癖になってるんだろうね。 B2 も来てくださいって言いかけた。 NN 南海公園復活してほしい。無理です。昨日初めて友達と公園行ったけど無事沼った。うわ嬉しい。初めて、そう、昨日ね、公園自体が初めて来てくださる方が多いっていう風にね、スタッフさんから聞いて、うわーってなってました。嬉しい、無事沼った。だって誰に、愛花に、愛花にですか。愛花に沼ってくれてたら楽しいこといっぱいだよ。知らんけど知らんけど、フォローしてくれてます？ SNS とか、固定のコメントのとこに SNS とか書いてるから。IP に会えてなさすぎて公演とかお話し会も緊張して初めましてみたいな反応してしまいそう。やだ、IP に沼った。わーい、3人初めましてで連番してて、3人初めましてで連番してた、すごいね。 IP やばいってなってた。えー、嬉しい、ありがとうございます。もう3人で、じゃあ3人でお三方でぜひ押してください。私のことをぜひ押してください、この際、この機会にこの際に、来週の木曜日からまたオンラインお話し会の受付も始まりますので、よかったら初めましてでお話ししましょうもともと、あ、なるほど、もともと友達で公演が初めて、なるぽろなぼろ。ルームスがおすすめです、ルームスがおすすめです、ルームスがおすすめです。なんか個人のファンクラブみたいなコンテンツなんですけど、いろんなこと書いてるので、いろんなめっちゃ写真載せてるので見てください。おすすめです。お話し会は何話したら嬉しいですか。え、本当に何でもいいです。ちょ、息継ぎのタイミングがおかしい。本当に何でも楽しいし、友達にオンライン勧めとく、ありがとう。クリスマスイブのオンラインおすすめですかね。おすすめです。もちろんね、クリスマスイブ以外もおすすめなんですけど、初
めまして、こんばんは。ありがとう。こんばんは、はじめまして。アイピのルームス更新頻度高め。え、メンバーの中で一番高いんじゃないですか。知らんけど一番高いんちゃうかなって思うぐらい高いですよ。更新頻度はほんまにほぼ毎日ね、フォトは大量に載せてますし、写真大量に載せてる写真の一枚一枚にもねコメントつけてるから、もはやもうコメントじゃなくて文章レベルのやつを載せてるから、フォトがアクティビティです。そうです、フォトがアクティビティです。それぐらい載せてるから、ほらもう見てコメント欄のこのねルームスの評価の高さ入ります、ありがとう、嬉しい。ほらルームス見応え半端なくて素晴らしい。だって長文コメント書いてて時々睡魔と戦ってるの見えて、それも面白いです。だって初めて見た時写真にコメントびっくりしたって。ほらほら、入会します、ありがとう。ほらお値段以上ってことです。ニトリルームスの話でめっちゃコメント早くなるの好き、ありがとうございます。垣間見えた、やば、読めへんのバレた写真一枚一枚にコメントあるの嬉しい。だってほらほら評価高いよみんな。今日愛花ちゃんとすれ違ってよ。ガチどこで、はずいんだけど、バリオフじゃん今日。ほらみんな評価高いよルームス、ね、ちょっとね月額のねあれがちょっとあれなんだけど、でもだからこそちゃんと楽しんでもらおうと思ってもめっちゃ更新してるから楽しんでもらえるはずです。ルームス満足度どれぐらい、皆さんどれぐらい。実はまだルームス入ってない。なんだって、入ってください、この機会に。めっちゃ評価高いから。元は取れる、ほらルームスも場面も取るべきです、取るべきです。ほらみんなもう満足度がすごいよお推し活がバイトモチベだから頑張れる。あれバイト頑張って、最終的にアイピーのルームスだけになった。え、どういうこと、もう場面やめちゃったってこと。ストーリー見てたらダントツでルームスに力入れてるって感じる、ありがとう。いやもう本当にねえ、もうネタあれがあれだから言いかけてしまったけど、だからもうね、他のメンバーのルームスは大会したってこと。あ、なるほど、安心。モグメの返信、え、見るよ見るよ、モグメの返信めっちゃ見てる。だからモグメの返信もみんな送ってください。めっちゃ見てるから、来てなかったらちょっと落ち込む。今の更新の高さ助かります。だってモバメとルームスは違うん、なんかモバメはなんかアイカからメールが届くんですよ。
みんなサボりすぎよ。めっちゃ満足度聞くじゃん。そう、なんかモバ名はアイカからメールが届くんですよ。でモバ名にしか書いてないこととかあるんですけど、モバ名は大体なんかほんまになんていう、アイカ、他のメンバーさんは知らんけど、アイカはその日にあったこととか、なんか今見てる景色、なんか電車乗ってる時とかに書いたりすることとか書いたりしてたら、電車でそのさ、例えば目の前に寝る人の靴が可愛いとかそうだね、モバ名は日常のね本当に話とかを結構書いてますね。ルームスはなんかそれとは別のなんかファンクラブ、個人のファンクラブみたいなコンテンツで、ルームスはなんていうあの写真とか動画とかブログとかそこにしか、ルームスにしか載せないような写真だったりとかもの、いろんな感じ。まあ宣伝力がない。お誕生、あ、そう、モバメはねお誕生日の日にもメールが届くんですよ。メンバーとのショットも届くしな。そうそうそう、ルームス、あ、そう、ルームスはね、あの、あ、また手首になった。ルームスはそう毎月1ヶ月限定のなんか待ち受けのカレンダー、待ち受けにできるようなカレンダーをね毎月更新してるので、それをもう1ヶ月限定で、1ヶ月経ったら消しちゃうので、1ヶ月限定のやつとかも載せたりしてます、待ち受けで。写真の枚数いっぱい、多い時で17枚とか。モバメは何観察してるんってなることがあって笑っちゃう。だってモバメは熱い気持ちが結構ありますね。だそうです。カレンダーあるんです。そうなんです、カレンダー更新してる、1ヶ月限定の、本当にもう1ヶ月しか見れないカレンダー。助かる上に見るたび可愛いってなる。だってそう、定期的にマリオカートしてる動画載せてます、ルームスでは。めっちゃマリオカートするんです、ゲーセン行って。どっちも良すぎてる。うわー、もうぜひぜひ。自撮りの写真の最後に1枚だけ食事とかそうなんですよ。ルームス今日のご飯とか言ってご飯の写真載せたりもする。今日も、今日のルームスも今日の写真を載せようと思ってるので、今のうちに皆さん登録して待っててください。カラオケの動画結構好き。あ、本当ですか。カラオケ数最近聞いてないので、また行ったら載せます。誰とマリカすんの。え、本当にめっちゃあるんですけど、マリカめっちゃ真面目にやってて好き。あの、ま、ワカニャンとか、ワカニャンとか、アンちゃん、マイちゃんとか。ちなみにカレンダーにならなかった週や TikTok に上げなかったやつもルームスには現れます。そうです、もう本当にね、もうルームスはめちゃくちゃいろんな、もうとにかくもう何でも NG なし、なんかレベルでいろんなもの載せてるから。ルームスはショールームよりも距離が近い気がする。だって今より距離近いんだよマリカラ寿司なマリカラ動画で横からワカニャンの絶叫聞こえてきたのもあった。シンプルに更新頻度高いし、迷ってたら試す以外の選択しないと思う。だってほら、もうみんな見て、こんなこと言ってくれてるんだよ、もう試すしかなくない。今これを見てる2395名の方全員入ってくれたらとんでもねえな。
書類も終わったらすぐ入る、ありがとう、嬉しい。ルームストよかったらモバメもぜひ、モバイルメール。それ人数じゃなくなったんよ。え、そうなん、知らないんだけど。盛り上がり度らしいね。そうなんだ。じゃあ人数ってどこで見んの。じゃあ媒体によってて使い分けてていいよね。いいって、ほらモバメとルームスの使い分けを、私もう使い分けしてるから。せっかくなのでまずはお試しで入ってみたい。もう見て、ほらもうこんなに、こんなに評価が高いよ。1ヶ月お試し気分で入ったらつい2ヶ月目突入してます。だってほら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 、もう評価がこんなに高いんだから、みんなもう入るしかないよ。入った方がね、人生が楽しくなる。入って、めっちゃ宣伝してる。そうだよ、入ってますか、そこのあなた。これルームス入ったら、あとルームス入ったら全制覇だって。ありがとう、入って更新してるっていう感覚が頻繁にあるの本当に嬉しいよな。ありがとう。ほらもうテロップにも、でもお高いんでしょ、やっべ否定できねえ。でもちゃんとね、お値段以上になるぐらいにはめっちゃ更新してると思うから。 OK、テロップ書いとくわ。ルームス、お値段を気にしていただいてるの感じます IP の口癖が分かって楽しい。だって IP のルームスは更新頻度高くてマジでおすすめだと思うよ。ほらもうみんな見て、こんなに評価いいことある。三つ星ベストブッセン、イエーイ。三つ星レストランもびっくりだよ。モバメとルームスのどっちに入ろうか迷ってたこともありました。でも両方入って正解でした。ほらほら、文章能力もすごいと思う。だってほらほら、ファンクラブ系って2週間に1回来たらいいと思ってた方だから無事楽しみ。うん、2週間に1回とかやもんじゃないよ、もう1日に1回だよ。ほら見て、あのアイピのルームさんもっと評価されてもいいと思う。だってもう三つ星レストランのシェフもびっくりだよ、こんな評価高くて。あくびが出そう。アイピのルームスはいくら払えますか。なんかさっきからすごいなんかこんな感じだな。わ、はっくん、はっくん、くまくまありがとう。はっくん、ちょっと突き刺さってしまった、頭に。くまありがとうございます。はっくんありがとう。お仕事終わりですか。
つまりこの方は歩くミシュランです。だってほら歩くミシュランだってファサ。アイピのルームス入ることに決めました。ありがとうございます。これを見ているそこのあなた入ろう。この配信で5人ぐらい増えてくれ、増えてくれ、増えてたら愛か喜ぶよ。もう両方入ってますよって、ありがとう。本当にもうみんながそうやって言ってくれるから愛かもう頑張れる。ウィブかゆいだけなの。でも、もうそろそろ終わらないと。え、やばい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 、22時53分ってやばい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 、スパイファミリー始まっちゃう。そろそろじゃあ終わります、終わります。じゃあちょっとランキングを読みますね。13位から読みます。13位ペイザワさん、ありがとうございます。12位ケータン、ありがとうございます。11位ミオさん、ありがとうございます。10位オリバーさん、ありがとうございます。9位オズマさん、ありがとうございます。8位トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。7位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。6位はっくん、ありがとうございます。5位ジョーセイさん、ありがとうございます。4位タケリンさん、ありがとうございます。3位トゥンちゃん、ありがとうございます。2位ランディさん、ありがとうございます。そして1位がゆかわなぶさん、ありがとうございます。誰か詰め切ってる誰か切ってると思う。二押しぐらいで入会していいものか。もちろんです、本当にもうもちろんです、もちろんです、もちろんです。ではありがとうございました。終わります配信。ありがとうございました。ウルムスともばめもよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみみんな。スパイファミリー見てね。